のしろ中央都市開発株式会社は、秋田県の白市に本社を置き、ジャスコの白店を各店舗とする、のしろショッピングセンターの開発や管理を行っていた会社。1981年に、国鉄のしろ駅の南側の緑町地区に、のしろ市に本社を置く秋木事業が、伊藤洋華道。同 SC は、売り場面積25,593平方メートルを予定していた。 この秋木の白 SC が開業した場合、既存商店街は大きな影響を受けることが明らかであるため、同市柳町商店街は大型店を誘致して対抗することとした。この方針にのっとり、柳町に所在した山本組合総合病院跡地と柳町商店街の一部を再開発するため、1986年10月に、 ジャスコとの白市柳町商店街振興組合などの出資によって、の代中央都市開発は設立された。本施設は、の代中央都市開発が接種となり着工。同社は、ジャスコと賃貸契約を結び、1990年12月18日に、ジャスコの白店を各店舗として、の代ショッピングセンターが開業した。施設は区分所有に基づき1階。 二階の一部は、ウゴ銀行が所有し、ウゴ銀行の城指定を開設。残りの床面積と敷地の大部分を、のシロ中央都市開発が所有した。その後、ノのし中央都市開発はイオンによって完全子会社とされ、ジャスコのシルペ店からの賃貸料を収入源としてきた。しかし、イオンの合理化などにより、2006年11月に所有していた土地、 建物をイオンに譲都。同年12月、野城中央都市開発は解散した。秋木工業の関連会社。秋木工業は、伊坂直幹によって1907年設立。秋田県木材業界の採用的業として登場。代償一部に上場。従業員554人を抱え、秋田市に本社や合板工場、パーティクルボード工場を置き、野城市に合板 ハードボード工場などを設置していた。野城が発祥の地で、かつては東洋一の製材会社と謳われ流星を誇った。しかし、第一次オイルショック後の住宅不況や、原料とする南洋材の高騰から経営が悪化。また、借入金の多い財務体質の弱さから、合理化投資が不十分であったほか、外壁合板など、技術開発も遅れていた。秋木工業は、 北九州市に本社を置く、団谷産業の参加にあったが、同社自体も秋木工業を支えきれる余力が乏しかったため、1982年11月24日に秋木工業が秋田地裁に会社構成法の適用を申請し倒産した。負債総額は73億6千万円。翌年5月12日、秋田県から協力要請を受けた合板業界最大手である。 シーペイベニア工業が秋木工業のスポンサーとなり、構成手続きが開始された。現在は、西北三家の新収木工業として、秋田工場を軸に、合板等を製造する。秋木の城 SC の出展審議は、の城商工会議所の商業活動調整委員会で、結局、同 SC は、開業に至らなかった。ありがとうございます。